皆さんこんにちは、村田平です。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今日は海の日、3連休最後ですね。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。めちゃくちゃ暑かったですね。そんな最後の祝日ですね、世でいう3連休の最後の日、私はですね、ホトークを開催してきまして、毎月恒例、今回はちょっと趣向の違ったホトークをやってきました。何かと言いますと、今日はこちらを使ったホトークです。懐かしくないですか？映るんです。結構初めてカメラを持ったのが映るんですっていう人多いんじゃないですかね。私の代とかは特に、もう何十年ぶりかにこれを使って、参加者全員ですね、この映るんですを使って撮って現像して見てみるという会をしたんですけど、場所は吉祥寺の井の頭公園ですね。まあちょうどいい感じに曇っていて、時々光が差し込んでみたいな感じだったんですけど、まあ暑い中誰も体調を崩すことなく楽しく終えることができました。今回これをやって、予想以上に皆さんすごく楽しんでいた、そして私自身もすごく楽しかったです。はい、何ですかね、初めてカメラを持った時のワクワク感と言いますか、こう子供の頃ってうまく撮ろうとか、構図がこうでとか逆光でとか考えないじゃないですか。これ撮りたいと思ったものを見たら構えてパシャーって撮る、その時の気持ちを思い出させてくれたこの映るんです。ね、光があるところを見つけてるとかね、冒頭になるんで考えることあるんですけど、わざわざフラッシュ焚いてみたりとか、純粋にこう目の前にある景色を切り取るという行為を本当になんか純粋に楽しめた時間だったなと、そんな風に私は感じました。で、周りの方も普段ねライカ使ったりとかの、それこそカメラを持ってない方だったりとか、初めましての方もいたんですけど、なんか普段とね違うんですよね、様子が。すごい楽しそう、いつも楽しそうなんだけど、違った意味で童心に帰ると言いますか、なんかとても新鮮で、どっか懐かしくセンチメンタルな時間でしたね。はい、しかもこうね、27枚撮りで、まあ ISO 400で、このカメラの設定っていうのが F10 で1/125で、1メートル以上奥はだいたいピントが合いますよみたいな設定だったと思うんですよね、映るんですって。まあそれだけ説明して好きなように撮ってもらったんですけど、本当に写真撮るって楽しいなって改めて思えた時間で、とてもやってよかったなと思ってます。また次の機会もね、映るんですホトークはやろうかなと思いました。皆さんもぜひ、興味ある方は参加してください。そして別に参加しなくても、映るんです買って、試しに撮ってみてください。なんか、忘れていたものを思い出させてくれます。はい。そんな、映るんですホトークをやってきたというお話で、まあ、これ撮ってきた写真を最後にお見せするんですけれども、映りますね、映るんですさん。いいわ。楽しい。なんか定期的にこれ撮りたいです、僕。M6 でも撮ったんですけど、まあさすがに違いますけど、ね、やっぱいいですよ。最近写真撮るのがなんかあんま面白くないなとか、苦しいなとか、悩むことって多分あると思うんですよね。わかんないですけど。そんな時、ぜひ映るんですよ、買って何も考えずに1日1本撮り切ってみてください。いい気分転換になると思います。はい。夏、そろそろ夏休み入りまして、皆さん旅行に行ったりとか、いろんなところに行って写真を撮る機会が増えると思うんですけれども、熱中症だけは気をつけて、いい夏を過ごすとともに、一緒に夏を乗り越えていきましょう。私は、また明日からちょっと出張に出ていきます。いろんな動画撮れたらいいなと思ってますので、もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ということで今回は、映るんですがすごく楽しかった、そして映るんですの画像を最後にご覧くださいという動画でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。